どうも、陶芸家の青木亮太です。今回ね、ご紹介するのは。じゃん、アラジンの土鍋です。こういう蓋付きの。土鍋になります。この、ここのさアラジンっぽいじゃん、この、ちょきんって言った、この、丸いところが。これが自分の作品で、は結構使われてます。アラジンのポットとかも、取っ手がこういう形になってます。 好きなのかな？俺アラジンのことよくちょっとよくわかんないですけど。じゃあまずそのみんな土鍋って持ってますか？意外とね。特に一人暮らししてる人は持ってないかもしれないんですよね。まあ、普通の金属の鍋でいいじゃんけど、それよりもね。この土鍋でやった方が美味しいとか楽とかっていうのがあるんで、まずその土鍋の魅力っての方からお伝えしていきたいと思います。まず、土鍋の魅力として。 忙しいいい人にすすごくいいんですよ自分も忙しいから土鍋にはすごく助けられてて何がいいかというと実は簡単え簡単単えんか土鍋使う料理なんかすごく難しそうじゃん青木さんって思われるかもしんないけど実はめちゃくちゃ簡単だし時短になるのこれ。例えばね肉をまあ塊の肉とかあと好きな野菜。 まあ豚肉野菜まあ人参とか、まあ、ピーマンでもいいじゃがいもでもいいを入れといて、まあ、水入れて、まあ、例えばまあコンソメの粉をパッと入れて、まあ、オーブンある方はオーブンに180度で30分とか40分設定してピッはい料理終了じゃオーブンない人どうしたらいいかというと今のやつを同じ容量のやつを入れたやつを、まあ、弱火にコンロにかけて終了。 えそれだけでいいんですかってなるじゃんでその間にさなんかもう家帰ってきてさもう疲れてるじゃんで疲れてて俺もやっぱ疲れてるからさこう料理するここじゃんじゃんじゃん切って切って切ってこれよりも,もう今のやつなんてもう人参とじゃがいも,もうちょっと洗って放り込んで肉切っとくだけでもう終了だからでこの30分の間にまあお風呂入ったりとかシャワー浴びたりとか、まあ、洗濯する時間もあるじゃんであと放置しとくだけであと全部終わったら じゃーん出来上がりっていうまず簡単な要素があります。俺もねこれ土鍋作るまでは土鍋そんなに鍋とかしかさ例えばおでんとかポトフとかなんかそういう時しか使わないのかなと思ったけど結構ね料理調べてみたらあこんな簡単にできるんだっていう結構相棒です。俺これ結構しょっっちゅう使ってるんだこれあと 豚肉のさなんかペラペラのやつ買ってきてな豚バラっていうのかねしゃぶしゃぶ用のお湯入れて沸騰させてもうめんどくさい時だよこれもう一人でもガスコンロの前でポン酢入れてそれしゃぶしゃぶして食べる時めちゃくちゃ簡単じゃんで次にねこの味を美味しくしてくれるんですよこいつってどういうことですか他の金属鍋と何が違うんですかってこれ何が違うかっていうと金属鍋と土鍋ではその温度の上がるスピードが違う 金属鍋はまあコンロに置いてまあ火つけて中火でも弱火でもそうするとまあここで普通に上がってくるけど土鍋はもう生地もね分厚いしこう土でできてるからああいう熱伝導率が悪いおかげでこうやってゆっくり上がってくんだよねこうやって。これが俺もこの土鍋作るまで分かんなかったんだけど土鍋を使うと例えばね根菜とかお米とか。 ああいうのはゆっくり煮込むと甘みが出るんですって。で実際やってみると本当に甘みが出るし根菜っていうのは、まあ、大根とか人参とかそういうのとかあとはその芋とか結構まあ具体的なことを言っちゃうと40度から60度の間もうじっくりやると甘みがどんどん出てくる普通の,のじゃがいもスーパーで売ってるメークイーンとかめちゃくちゃ甘くなるんだよね。 例えばおでんとかさポトフとか作る時とかあれ普通の鍋でやるとやっぱ温度がパーンと上がっちゃうんですけどこの土鍋だとゆっくり上がるのでこれでいいことが実は一つもう一つあります強度が増すつまり煮崩れしないんだよねこポロポロポロって。でまあ肉じゃがとかだったら、まあ、煮崩れした方がおいしくなるんだけどでそういうまあおでんとか煮込み系作る時はき均等にゆっくり熱が入るから。 本当崩れないですよね固いままけどなんかピッて箸やったらフワッてなるんだよねだこれも魅力の一つですねで次にほかにねいいことはね一旦温度が上がるとこの土鍋すごく生地が分厚いんですよこれくらい鉄の鍋だとやっぱペラペラだから、ね、その温度が上がりやすいからいいんだけど逆にすぐ冷めちゃうなのでこの土鍋は一旦沸騰したらもう弱火にしちゃえば あとこの保温性がすごい半端ないからそれで弱火調理ができるでまあ煮込み系もいいしあとはねご飯みんなご飯食べるじゃん白米とか玄米とか土鍋って不思議なのがめちゃくちゃ甘く炊けるんだよえ土鍋で炊いたら甘くなるっていや俺も最初そう思ってたんだけどけどさな電化製品屋さんとか行っても見てもさ これは土鍋風に炊けますっていうやつでなんかえ,えらく高いじゃんつまり土鍋っておいしいって開発者も思ってるわけなんだよ炊飯器のつまりじゃあじゃじゃ土鍋で炊けばいいじゃんって思うけど土鍋で炊くのってめんどくさいじゃんよくわかんないじゃんけどこれ実は簡単えっ、ー、とね米は3合用意してください米3合とあと水は 540ml これだけでいいですで、まず 米を洗うじゃないですか。洗ってちょっと水の中につけておきます。三十分つけておきます。その後ザルに入れてシャン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 ってちゃんと水切ってくださいね。で切った後にこの中に米と五百四十ミリリットルの水を入れます。でこれを次コンロに持ってってコンロでカチャッとまず中火から強火ぐらい。一つのコンロによってパワーが違うかもしれないけど、まあだいたい中火で十分。ここにね穴があるんだよね。 こ,こから蒸気が、ね、出てくるそしたら沸騰したってことになります約10分で沸騰させてその瞬間に次弱火にパシッと戻して20分放置20分放置した後にまに、あ、火を消したら、まあ、10分後にはできてますえそれでおしまいって <laughs> いやそれでおしまいなんですよ一回しかこれ動かさない最初中火で10分やって で10分たって、まあ、タイマーかけといたらいいし、まあ、あとぼんやり見てたらこのピインー煙出てくる煙出てる瞬間にもう弱にしてあとはもう20分後ここはタイマーかけといた方がいいね切ってあと放置しとけばもう勝手にできてるめちゃくちゃ簡単じゃないしかも炊飯器で炊くよりも美味しいでまあねベストが3号かな 1合2合でも炊けるんだけど4合でも5合でも炊けるけど3合が一番きれいに炊ける気がするので一回みんなチャレンジしてみてください。あじゃあ青青木木ささんん米炊いいいたりじゃあど,どういう使方ってまあ自分だったらまあ煮込み料理だったり、まあ、あとオーブン料理まあ今みたいに米を炊くであとねこれ結構俺びっくりしたのが最近これこういう形してるんですよこれ。 フライパンだと丸いじゃん鍋でも丸いじゃんけどこのオーバルな形してるからこの前唐揚げ作ったんだよね唐揚げ作った時にこれにこれで唐揚げ作ったそしたら油の量が結構少なくて済むんだよねでしかも保温性があるからあれ一定の温度をキープしてるから油も冷めないからかなりカラッとできたねあれちょっと新発見だったなあであとはね俺 うん、オーブン料理作った後に次の日余るじゃん例えば豚肉の塊入れてじゃがいもと人参とかオーブンだったりとかこう30分煮込む料理で作った後に次の日もやっぱり残ってるわけなんだよ。まあ次の日もそれ残ったの食べるけど3日目ぐらいになると飽きてくるんだよね。飽きてきたらどうするかといったらもうそこに次ちょっと水入れてカレー粉ポーンとこう割ったやつ。 ルーー入れたらもうういきななりカレーになっちゃうかねしかもめちゃくちゃ味が染み出てるカレーになるからすっげえおいしいそういう使い方ができていいねあとこれ冷蔵庫にもしまえるしこうやってクシャッとあとはんだ今湯豆腐やってもいいしあと俺火鍋が好きだから火鍋これで作ったりするねこれがいいのはやっぱその丸い鍋と違ってそのスープの量が少なくて済むから、まあ、経済的にもいいよねなんかいっぱい使わなくていいから。 えじゃああ他になんかそのあれ見てみようかあのみんなの使い方みんなどうやって使ってんのか米にううし乗っっけて蒸してて蒸炊いてめっちゃゃまそうじゃんそじんれこの写真の料理はあのビラ・アイーダさんっていう和歌山にレストランがあるんですけどそこの小林シェフがこれ使ってくれて写真を送ってくれたんですけどこういうレストランでも結構使われてますね。 小林シェフのうまそうだな、これ肉。と、じっくり煮込んだ感じの料理だね、これ。で、今煮込んだ料理をこう、今切って、そのみんなのお皿に取り分けると。こういう感じで食卓に並びます。で、食卓にこれがあるだけでも、なんかすげえ、おしゃれじゃない、こう。で、ここからさ、また取り分けて。みんな好きな分だけ、おかわりしてもいいし。いいね、それ。あ、これ俺、俺の作ったやつか、これカレーカレー、さっき言ってた話のカレー。 そこで自分で作ったこれはねオーブンじゃなくてあのー、コンロで作った煮込み料理ですね野菜いろいろ入れて豚肉入れてで最後にコンソメ入れるだけだからこれやったわこれ3年前の料理なの俺やったねこれこれオーブン料理だねもうオーブン料理の面白いところはもう好きな素材バン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 入れてあとオーブンに入れて放置おしまい。<laughs> そううしたらもう 野菜のうまみとかこれあと果実なんだけどりんごのうまみとかあと肉や魚のうまみがじわーっと出てくるでここのポイントが覚えてて180度で大体40分で設定してボタンを押して、まあ、あとはまあ塩とか胡椒とか、まあ、あとは好きなもう100均とかスーパーで売ってるもうタイムとか俺がなんかもう適当にかけたけんああいうのそうしたらもうめちゃくちゃ美味しい料理になるしかも健康的だしね あこれはポトフだねポトフは、まあ、今言った調合に水を入れて、まあ、コンロに置いてすっげえ弱火で30分ぐずぐつ放置あ煮て途中のねちょ,ちょっと湯気が出てくるけど、まあ、それもずっと待っててでその後放置しといたら、まあ、余熱でもう火止めていいの30分経ったら余熱ねどん,どん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 ね味が染み込んでいくから、うん、めっちゃ美味しくなる。 冬とか大活躍だねこれ。あこれ高山美幸先生美しいねなしなしんか。梨進化 <laughs> アクアパッツァ高山美幸先生と言って相当俺の器を持ってるなあの人で料理もすごい上手で美味しそうだねアクアパッツァなんだそれ。なんかさ上品じゃない。さすが違うね。<laughs> やっぱ男性と女性だとちょっと違ってくるね。俺のなんかワイルドだもんねガツーンって。 美しい料理だね。いや、食べてみたいな。それ、すげえうまそう。しかも黄色に黄色合わせてるってのはいいね。お、すごいねそれ、アラジンの鍋。黒と白。二枚使い。相当料理できる人ね、これは。あ、これも煮込み、ポトフか、これは。いいね、そういうの。根菜と葉野菜入れて。これも、なんか、めちゃくちゃ綺麗な写真に。あ、ゆで卵煮込むのもいいね。味染みるもんね。 あ俺それやっってなかったなかただってさ根菜だってさすごい味しみるしめっちゃ美味しくなるし肉も味しみて美味しくなるからで肉の出汁も出て野菜の出汁も出てちょっとそれはうまそうだなやってみよう次いや結構みんないろんな使い方してるなけど何にせよねこれもうほんと時短なんだよねもうこれ「オッジって女性雑誌なんですけどこの前送られてきたやつでこれにもねあのエディターの山本由紀さん が紹介してくれたりしてます。ありがとうございます。ゆきちゃんはね、あの宮古さんとのもうなんかタッグみたいなもう超仲良しのみやこさんの本をまゆ、あ、きちゃんが作ってるって感じでよく自分のやつも使ってくれてます。ありがとうございます。うーん、まあ俺のが一番かっこいいな。<laughs> じゃあ次アラジンの鍋はい。ようやくちょっとデザイン性とかそういうの喋っていきたいと思います。制作費は。 あれね俺がそう26歳の時にそうヨーロッパスイス留学した時にでパリの長澤節子さんの家にご招待された時があってそこで男性の方もおられてその人が飯作ってくれたんですよその時にずっと調理場立たせてもらって見せてもらったのがオーブン料理だったんですよでその人に教わったのは「男はなオーブン料理なんだ」っって。 ウィーって,言ってフランス語だかもう言われたままに「はい」っつって,てでいろいろ見せてもらったらこういう鍋に結構もうやっぱ思い出深いあの人のやつもっと大きかったなこういう鍋に七面鳥こう俺だったらクリスマスしかそんなん食べないと思うんだけど全然普通に夏とかだったしであの七面鳥足がついてさこうクリスマスに食べる大きい鳥あれにバサッとお腹切ってあれ米といろんなハーブと野菜詰めて最後こう。 名前であれをこの鍋に入れてこの土鍋に入れてでその後周りもちょっといろんな野菜を敷き詰めてでオーブン入れるだけって言ってでこれが男の料理なんだって言われたウィ」って言って「ウィムシュって言って,てそれからねめちゃくちゃ美味しくてまたねかっこいいんであれなんかさなんかもうそれをさらにまた取り出す時に切ってこう取り分けてしかも簡単だしのかっこいいなと思って。 でそれがまず一発目あってれその時はまあ、ね、土鍋作ろうとは全然思っってなかったなそうもう一個吹っ飛ばされたのが俺のねアル中師匠でクリスって人がいるんだけどでそのクリスの,の奥さんがギャラリーやっててそのあれ2017年だったかな西海岸にロサンゼルスがあってそのロサンゼルスの上にオークランドっていう町があってそこのギャラリーでご展をすることになっててでまあシカゴからその。 で展覧会してたからその前に前日入りして移動してその時その奥さんがう並べてたんでその展示をこうこう両手どうこうはこうつその人とてもいい人で英語もねその人スペイン系の人のスペイン系の人で英語もそのゆっくり喋ってくれて分かりやすいようにで日本にもうちのギャラリーにも来てくれてたしまあ面識がある人で喋りやすい人だなと思って俺はすごく。 結構大,大好きな人な人んですけど優しくてでちょっと涼太まだちょっと展示が終わらないから今日夜ディナー予約してあるから先に旦那のクリスが来るからちょっと先二人で行っててくれない?」って言われて「えー、ちょっとやでよ行きたいちょっと知らない人とまた行くの」みたいなすごい優しい喋り方だったから次ど旦那さんどんな人だ旦那さんがドイツ系の人って聞いてて「あ大丈夫分かりましたじゃあ先行っときます」って。クリスが夜かな 6時ぐらい,向かいに来てててバーンって来て195ぐらいあるのかなちょっと細身のジェームズ・ボンドみたいなのな,なんちゅうイケメンだからと思って、まあ、金髪白髪みたいなパシーンとシなってど,こどうしよう <laughs> 早く来てくんないかなとか思いながらでレストラン行くのかなと思ったらびっくりしたのが最初に「バー行くぞ」って言われてびっくりですね領土ないのもうちのこうバーをカウンターで座ってて。 リさん何飲むんだっつってじゃあグラスのシャンパンにしようかなって言ったらん。でねじゃあ逆にさクリスさ何飲むのって聞いたらカクテルとか言って「たっくいこんなかっこいい顔してカクテルがガキじゃある人って <laughs> ちょっとなんかもう若干なんかあれ意外とこいつ違うのかなと思って見てたけどじゃあ俺クリスと一緒んでいいや」って言ってまあ合わせたいじゃん,なんか文化も知りたいしなんかクリスが「マンハイったん」っつって。 マンン。ハッタンあニューヨーヨクのの都市の名前ね、うん。そういうカクテルがあるんだと思ってでマンハッタン来たんだよマンハッタンでこれなんか三角の飲み物俺飲んだことなくてカクテル自体あんま興味なかったからでなんかちょっと赤いちょっとねウイスキー色したやつで,で乾杯して飲んでる飲んでらカツオやんってきてこれきついじゃねえかと思って。 いいきななり40度みたいなでちょっとチェリーが入っててこれチェリーもちょっとちょっとチビチビ食れるんだとか言ってもう,もうウイスキー好きのチェリーもうこっちもきつくてしかもさ空腹でさいきなりこれいっちゃうみたいなこいつやべえなと思っていきなりまあパンチ食らっちゃってすごい師匠っ,ってなっててでそのクリス俺のアルチュ師匠なんだけど。 で、まあ、次の日展覧会個展を行われましたっつってで「今日は夜うちで飯でも食おう」って言ってでもう俺も憧れの人になってたからクリスがなんか「マンハッタンの作り方教えてあげるよ」って言って「お願いします」うん、でその日もそのバーでうちら二人でやっててでその奥さんが来た時も奥さんもすかさずが「マンハッタン」<laughs> おおこれこれ,こ,れ,こ,れこういうのなんだ」と思って「<laughs> かっこいいなこれ」と思って最初に「バー行くか」と思って。 でその後レストラン行くんだけど普通レストランの後バーだと思ったけど俺の考えは違ったんだと思ってでそれから俺はもうレストラン行く前に必ずバー行くようにしてるでそれを実家の友達のね親友の翔ちゃんと岩木君にそれやったら岩木君たちもそれ影響されてやるようだったっていう話でその次の日に「古典ありました古典大盛況でしたおめでとうございます」で家にご招待されてそこに宿泊させてもらうんだけどそしたらこれがクリスが「 俺のアルシションのクリスがまたマンハッタン飲みながら次は料理し始めてオーブン料理をやるんだよねこれちちゃくちゃく美味しかったなあれそオーブン料理は何品も出してくんだよねでそこでやっぱクリスが肉料理だったりとかパエリアみたいなのも出してきてくれたのなんかもういろいろ出してくれてでそこでやっぱクリスも言ってたのが「いや男はオーブン料理だろ」って言われて「はいわかりました」 で俺も,もうそこはもう次の日からもう男はオーブン料理だっていう考えになってて <laughs> 俺はねもいいと思ったらすぐ取り入れるからもうはい師匠と思ってそっからなんか土鍋作りたいなと思ったけど結構土鍋ってすげえ難しいんだよねこの陶芸やってる人分かるかもしれないけどまずこのねオーバルはまず難しいこの丸いのだったら誰でもできるんだけどこの形にちょっとこだわったこれはねヨーロッパで俺見た形で。 そこで影響を受けたのもあってでまあ日本のオーブンにも入るサイズはこれぐらいかなと思って計算してだいたいこれだったら45人前のお米を炊けるからまあこのサイズにしましたこれだったらね一家族分だったらちょうどいいんじゃないかなそうぴったり入れるのこれちょっと指こう入るぐらいで入るぐらいのサイズでまあ斜めにしてもいいしねちょっとちっちゃかったりしたらこれをかなり考えたね 逆さにするじゃないですかすかるとこういうふうになるんですよ。でこれがちょうど乗る大きさにしてあるんでこうやってこうなると2個重なるんですよ。で場所もそんな取らないそんな高くないしそんな感じかなこの俺の思い出でこ,こういうのも特徴じゃん俺のこの段差。けどこれ結構完璧だと思う 俺これだいぶこれ手に取りやすい価格になってると思ういくらすると思うこれ俺これ値段結構頑張ったんだけど <laughs> この白これル・クルーズだったら何万とかするんだけどこれ,これ1万5,000円ですこれこの黒も1万5,000円赤がこれが1万7,000円でこの金がねちょっと高くて。 これ30万円ちょっとじゃねえじゃねえかバカ野郎と思うかもしれないけどまあこのやっぱり18金使ってるんで高いですなんかかなり使いやすいですねこれはなのでえっ、ー、とねあと使えるものとしたらそのまあガスガスコンロあとはオーブン使えないのがそのまあ IH にはちょっと対応しませんこれはなので IH の人だったらまあカセットコンロうちだったらこれカセットコンロここに置いてこれで鍋したりしますねしゃぶしゃぶとか。 そういう使い方もできますんでぜひ使ってみてくださいでは本日は「アラジンの土鍋」のご紹介でしたありがとうございますタオツータオツー